でででは今週こちらでございますす月日日の火曜日です熊本地裁で死体遺棄の罪に問われていたベトナム人技能実習生のレ・イティ・トゥイ・リン被告22歳に懲役8ヶ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。 被告はおよそ150万円にも上る借金を背負って来日し妊娠に気づいた後も妊娠を理由に帰国させられることを恐れ妊娠を秘密にししていましたそして昨年の11月孤立出産で双子を死産いたしました。 出血や精神的ショックの中双子の遺体をタオルでくるみ段ボール箱の中に入れて2人の名前や弔いの言葉などを記した手紙を遺体のそばに添えました翌日管理団体の職員に連れられて病院に行き当初は妊娠出産の事実を否認するも最終的には認めまして病院が警察へと通報するに至りましたさあ改めてなるけさん今回のこの、まあ、出来事に関しての思い聞かせてください もう怒るその対象がですねもうあらゆるものに対して怒るっていうようなイメージで僕は激怒しています。はい、というのはですね、うん、まず第一に、あのー、いわゆるこう死体を遺棄したっていう罪なわけですけども、はい、本人はねお金がもう全くないわけですよ。うん、150万円の借金を背負ってきてき、はい でそれでその丁寧にタオルで包んで、うんまあ、要するに個人の気持ちの中でお葬式をしてるはずなんですね。と、ねはいうことは、これをしたいて言われると、ですね、うん、お金持ちしか、あのー、本物のお金持ち以外は、うんまあ、いわゆる外国人はすべて罪に問われるんじゃないのっていうの、一つありますよねもう一つはね、うん、あのよく例えばなんでしょうね、駅の、あのー、ゴミ箱に英イが捨てられたとうう事件があるじゃないですか。あ あれ孤立出産をした結果としてあれが起こるわけで、うん、あれが全部もちろん罪になるというまあそれはそうなのかもしれませんがで,、はいはい、でもそれを罪にするがゆえに逆に言うと、うん、あの隠し続けなきゃいけないはめに陥るわけで、うんうん、でこれはの逆に犯罪を助長すするんじゃないかっていう気もましますよね、うん、ですからそのエイジの死体遺の部分だけでも十分僕はあのー。 まずい判断だったというふうには思いますよね,ねあの。この事件というか出来事にはいろんな要素あると思うんですけれどもまず一つは外国人技能実習生ベトナムの方いらっしゃいまして、えーまあ、言うに言えないとかという、まあ、いろんな環境の問題が一つさんありますすねね、うん、そうなんですよ、ね、日本にはの技術実習生というのが今26万人入っているというふうに言われているんですね。はい、でそれ以外に資格外にといいう人がいまして、はい この人たちっていうのは、要するにあの語学学習みたいな形で来て、実際にはコンビニでアルバイトしてる、よく見るタイプの人たちですね。はいはい、で、それ以外にあの就労目的で入ってる、ちゃんとビザをもらってきてる人、これは24万人いるそうです、外資系の中にいる、いわゆるあのアメリカ本国から送られてきたあのエクスパッツっていうなるほど専門家とか、これ、全部足すと80万人なんですね。ほほほうほうほうはい でそれ以外にその在留資格を持っている、あのー、外国人というジャンルが、まあ、いわゆる昔から住んでる人たちといいますから、はいはい、これを全部足しても100万人ぐらい1もいないんですねななるほど、はい、なんだけどこの1%もいないんだけれどもその中でとりわけその技術実習生ってのはほぼほぼ、まあ、海外から言わせると、うん、奴隷なんじゃないのあれはと、うん、人身売買じゃないのって言われてるほどですから。うん ここはなんとか改めなきゃいけない分野だと思いますよね。まあ本来なら技能を取得して、あるいはもう一度本国に帰ってその技術を広くねえー。国の発展のために寄与するという要素も多いんですけれども、も本来その目的があるんですが、ずいぶん形が変わってきてるうん。そうですね。もうヤクザが介入してきて、うん、そのままパスポートを取り上げて。はい えー、時給何百円二百円三百円で延々と働かして、うん、でしかも借金わざわざ作らせてみたいなことをもう聞きますもんね、うん、はいはいで必ずしもまあそういうところだけじゃなくて、うん、実際にはものすごくその技術実習ットして扱って、うんはい、そうですね手前にはあのベトナムに帰ったらあの会社を子会社の社長をやらしたっていう人たちもいますからピン切りなんですよねすよこれは今回はなんか農家だったそうですよね、うん がね、それれほどめちゃくちゃゃくなな労働させてるとも思われないんですよ、ねはい、まあ,、うん、あの仕事はきついと思いますよ朝から晩まで収穫化しなきゃいけないっていう意味においては。うん、とはいえねあの、うん、ここはむしろそのもうちょっと日本政府は腹を決めて、うん、えいわゆる技術実習じゃなくて、うん、本格的な移民制度もこん だと思いますけどねうんあのおそらくこういう問題、昔からあってね、行政の方もいろんなサポート制度は作ってらっしゃいますよね、作ってますよね、例えば、うん、しっかりと相談できる窓口とかっていうのを作ってるはずなんですけど、やっぱこれ、機能してないんですかねしてないでしょうね、うんあの、下手をすると捕まって、うんえー、入管に捕まって、ですねそのままえ何ヶ月もあの子供と離されて暮らして、亡くなった人もいたじゃないですか。うん、はい、はい で、うん、そういう話を外国人に聞いてますから、うん、日本の関係に捕まることはいかにやばいか、薬剤以上にやばいと思ってる。まあ、<構>なるほど。彼らにとっては、返されることが辛いわけですもんね。働けないということもありますし。うん、で、しかもね、返されるんだったら、まだいいんですけど、うん、返してもくれないみたいなね。あ返してもくれない。そうか、そうか。はい。とにかく、もう、そこで死ねみたいなことになってる、が、うん、故に、今、問題になってる事件が起こってますよね。<ー> <laughs> でそれでいうとやっぱり成田さん、えっと、それこそ2040年の未来予測ではありませんがこ,うこれから労働人口というのは確実に減っていく中でさあ日本は移民を含めてどんな風に舵を切っていくのかというのは大きな問題ですおそらくね、うん、日本は今移民入れなければ、あのー、20年後には移民が誰も来なくなると思うんです。うん、あはいいとと言いますと、うん っていうのは、ねうん、東南アジアの諸国っていうのは年率6%ぐらいで GDP 成長してるんですね、はいはい、20年続くじゃないですか、うん、そうするとね一人当たりの GDP、日本のを超すかもしれないですよ。ああ、そうですか。実際、韓国を超えてますもんね、今あそうなんですね、そこまでいってますもんね。<laughs> ねえで中国も、あのー、今、技術実習生でざっくり8万人ぐらい来てますけども、8万しか来ないです、もあ<ー>。一番来てるのがベトナム人の10万人なんですね。はい、で、中国はだんだん、あのー、農村に至るまで、えー、所得が高くなってきましたから、わざわざ来る必要なくなったっていう、もう多分ね、5年、10年ぐらいすると中国から誰も来なくなるんじゃないですか、日本の方がだって、給料安いんだもんねっていうふうになると思いますよ。はい 僕ら日本ってね、例えば非常にこう給料の制度とかもしっかりして、物価も高、ね、あの安定しててみたいなところがあるんですけど、実は決して、給料面とかを見ると高い国じゃないんですよね、今。そうなんですよね。うん、むしろ安い国ですよね、安い国なんですよね、今、日本って、ね。でね、そうなると外国人来なくなるじゃないですか。はい、でところが、2040年になると、もうね、ご承知の通り、おじいさん、おばあさん、僕も含めてですけどね。 もう山のようにいてじゃ誰が面倒見るんだってことになった時にいいないですよ人だからね介護保険をいくら払ってもね、うん、あのその介護保険料で介護してくれる人がいない状態、うん、それこそロボットでも作らなければあのベッドから起こしてくれる人いなくなるんじゃないですかそのうちに。うんはい あのこの移民という話が出てくるたんびにねやはりでもやっぱり日本という国のまあ文化といいますか国民性といいますかなかなかこれを、えー、っと素直に受け入れがたい国民性みたいなのって必ず問題になりますよねこれね。 それがね少なくとも東京の一部の地域だと思いますけど都心に行きますとねもはやもう当たり前の光景ですよね逆にコンビニで日本人の店員が行ったらびっくりしますよね多分それは本当そうですえっここすごいななんて言ってるわけですからあれはねえらいことですよねうんあのお寿司握ってる人たちも結構いっぱいいるわけじゃないですかほんに見慣れちゃいますとねそんなもんかなですよねああ ね、昔あのね今から30年40年前っていうのは、うん、白人の人たちが歩いてると、うん、みんな振り返ったじゃないですか。<laughs> ありましたありましたはい、ね、そうですよね。<laughs> 出したら指さす子供が出てくるような気でしますうんうん,うん、うん もう誰も見そうですよね。いやでもそれでいうと例えば今回のオリンピックも含めてそうなんですけどもねやっぱりこう本当日本の中でもいろんな多様性というのは生まれてきて、えー、それこそ八村選手が騎手をやり、ね、大阪直美選手が、えー、成果をつけっていう世界じゃないですか。はい、いろんな人たちを受け入れる日本で、ね、生まれ育った方だか受け入れるっていうふうなことは 日常にはなってきつつありますよね。僕に、ね、意外と日本人はそれフェリックスブだと思いますよ。<う>あのテレビ見てるとわかりますよね。はい、もうね LGBT の方たちだらけですよ。あ確かにそうです。そうです。ね、はい。あのマツコデラックスさんとかいろんな人たちいるじゃないですか。そうですよね。うん。え CM も多いでしょ。でも,も明らかにね人口比に比べてテレビに出てくる人たちの LGBT 比ってすごい高いですよ。あ言われたらそうですね。 すごい高い高です、うん、ですから見慣れちゃってるというか別にこの人たちは普通で一緒に暮らしてんだよねっていうのをもうね56年はやり続けてるんで10年ぐらいやってんじゃないでしょうかね。確、うん、確かに確かにに、うんね、それにさらに八村選手ですとか大阪なみ選手とか出てきたらいよいよ見慣れるんでやっぱり慣れれですよこれはあでもその意味では今こそチャンスなのかもしれませんよね。 そう今のとうちにねやっぱり東南アジアの人たち、うん、日本はいい国だよねって思ってもらわないと、うん、本当に日本が辛くなって人がいなくなった時に誰も助けてくれなくなるんじゃないですかあそこ行ったらやばいよっていう <laughs> あのやばい国はさ絶対お金高くても行きたくないよねって思えたらねうん、うん、これは国全体少なくとも老人は辛いでですよねでそんな中で先ほどご紹介した例えばニュースみたいなものが出て日本だともうこんなことになっちゃうよって。 っていうのが世界あるいはベトナム中国を含めて広まっていくとますます日本に来なくなるってことですよね。そうですよね,、うんえー、ねさっきちょっとベトナムの方が十万中国、うん、8万人っていう、うんうん うん、ベトナム人がめちゃくちゃ多いわけですよね。うんうん、意外とねタイ人ですとかマレーシア人は少ないんですね。でそうするとテレビの事件報道でベトナム人がやれあの豚を盗んだとかやってるじゃないですか。あ,ありました。あありました。うん、だからベトナム人が悪いわけじゃなくてベトナム人が多いからなんですよね。なるほどそういうことですよね。ね、うん、ベトナム人による犯罪が多いんじゃなくてベトナム人が多いから、うんうん、一定です一定割合で必ず割りこする人が出てくるわけですから。はい。 そうするとね、排斥行為みたいなね、ベトナム人嫌いってなっちゃうじゃないですか。はいはい。でベトナム人来なくなるでしょ。うそうするとね、今度は食料生産とか工場とか泊まるところいっぱい出てくると思いますよ。ああ、もう今実はもうだいぶそこに頼ってるところってのあるんですよね。ありますよね。<ー>ないからこそ人が来てるんですからね。うん、ねあの人がいないからこそね。そうですね。どうなっちゃうんでしょうね。困る人がいっぱいいるでしょうしね。うん。 なるほどまあ、ですからあのまあ、我々もこういう事件出来事があってその現実知ることあるんですけれども改めて目を向けていかなきゃいけないしまたこういうことを二度と起こさないために日本司法も含めてどうバランス取っていくかですねねこれね、うん、そうですからねこれはあのー、検察がまああのー、訴訟を起こさなければ裁判になってないわけですよね。うん、はい、はい で日本の有罪ーー率99%っていうわけじゃないですか、つまり検察があの起訴するかどうかを決めて、うんえー、本来であれば裁判にかけて無罪になるところを、もう検察がそもそも起訴しないんで無罪だよっていう、うん、そういう仕組みが日本の仕組みなわけですよね、はい、だからあの、裁判コストがめちゃくちゃ海外に比べて安いんですよね。ううううん、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 うん あのね、一生懸命裁判所でもう一回調べ直すようなことが必要がなくなっちゃってるんで、はい、その意味じゃ案外合理的なのかもしれないんですけど逆に言うと検察の人たちがいわゆる常識から外れたようなつまり世間知らずの人たちが検察をやる検察官になってると結構怖いですよね結局、まあ、よく言われますよねその手法の中にいかにこの感情だったりとか。 えー、この社会的経験みたいなものが生きていくのかっていうのはねあるんですけれども特にこの弔いの文化とか云々とかと含めてもうちょっとうまくならないのかなと思いますねこの記事を見てるとね確かに。 思いますよね,ね裁判官のね一言が日本の一般的な宗教感覚に合わないみたいなこと書いてるわけじゃないですからい,い,いやいやだからその人外国人だからっていうねいや外国人がやってきて日本の宗教感覚を持たなければいけないようなことになっちゃうと誰も働きに来なくなくっちゃいますよねイギリスイタリアなんかっていうのは難民の比率が10%をはるかに超え始めてますからうんまあそれのゆえに問題をいっぱい起こってるのは事実です,です。はい ね、でも今、日本の場合0.6%ですからねうもう少しあの柔軟に考えてもいいんでしょうね。なるほど